お待たせいたしました。あ、そうですね、コメント。そう、山本文さんがお亡くなりになったっああ、て、そう文ですさんね、はい。40何歳年下の、奥様だったんええ。ですけどね、まだ70代でお亡くなりになるっていうと、まあ、モーニング前に私と、渡辺麻里さんあ、と一緒にやっええ。ていた時にも、今お亡くなりになった天野祐希さんとね、そうです私ね。と、僕出もてよおくり見まてしましたね。た。え、なんで？そんなブスか見てたの？ええ、ちょうどあの朝。時って僕学生だったのかな。あれ？ブそスうだっか、た本方でし当？たっけ？あれは1995年、4年とか5年ああ、とじゃあか、大学生です。5年とか6はい。年とだから、午前中とか暇なんですよね。か。学生だから。おお。というよりも、はい。ブースカが皆はい。様本当にぶっ倒れまし大て、変申し訳ございません。いや、でも元気になってよかったいべ。や、本当よかったです本よ。当にパチパチパチいパや、チすパみチまパせん、チ。本当あ、申ドしブ訳出ございさなきゃ。ません。あ、どうぞどうぞどうぞ。もう、ちょっとブースカに、すみブーまスせん、カ本当に、すみません。ブー今週スはカ本当に。に申し訳ございませんでした。今週だけね、金曜日ということで出演させていただきました。でも意外と金曜日もあるのかなっつう。まあ、ブースカの予定の具合もあるけそうどですね。ね。まあ、一応今のところ水曜日でやっておりますけれどはい。も、まあ、今週いっぱいのニュースが大体出揃うという感じそうでもすあっね。て、まあ、水曜日の場合にはやった後からですね、はい。木金土日に起きたこととかが、はい。という感じでごそうざでいすまね。すけはどい。もね。さて、何？やし、夜は、今日は原稿よ。で、4時からね、この16時からという時間帯がどうなんだという、まあ、ありがたいことにタイムシフトで見てくださる方がはい、たくさんいらっしありゃいがまとうすごけざいどまも、す。まあ、ちょっとブスカとも相談してですね、ええ。一回夜にやってみようかそうと、ですね。一回やりたいなって週思ってます。末とかの夜にとか、ああいはい。うふうにも考えて、おります。まあ、しかし、ブスカがいないと、この番組もお届けできないという、いや、本当にすいもう、ません。我が方もう、の本当ご大めんなさ変い。な弱点をさらけ出しああ、てしまいました。ちょっと大変私でがござ代わりましょうかっていう方も何人かいらっしゃったんですけども、やいます。ねえ、はありりがでとうすございまね、す。別に機密は何もないんでガラス張りですけど、はい。やはりちょっとブースカでないとできないということいで、やー、すいません、もありしかがするとブースカこれで、上から目線になるんじゃないとうございます。いやかといやいやいうや、そんなことは説もなあいりでます。す。そんなことはしさてて、ません。今日はですね、原稿の書き方をだいぶ変えて、まあ、この1週間のツイートの具合からずっとご説明をしていくということですが、まあ、今日のですね、先ほどアップをいたしましたが、今月の田中康夫の新日本論、ベルダの連載、リニア新幹線。前もお話をしましたけどもね、東京駅からはずじゃなくて品川から出るんで、しかも品川駅で地下降りるまでに15分から20分かかっちゃってんで、丸の内や大手町、まあ、大手町の経団連会館から出てたとして、まあ、これは東京駅まではみんなタクシーで行こうが歩きであろうが同じ時間ですので、東京駅から山手線に乗って、そして品川で乗り換えて名古屋に行って、名古屋でまた15分くらいかけて上に上がってですね、駅の正面にあるトヨタ自動車に日帰り出張しようという場合に考えてみると、大体まあ JR 東海が言ってる形でも20分から25分と。ところが今度 JR 東海は昨日発表して、新幹線の速度今270キロなのを285キロにするというお話になってくると、まあ10分程度の違いだということのですね、リニア新幹線の原稿をご覧いただける。今週の週刊スパのその物語の物語はですね、まあ、大体社会的な話と両方ですけど、今回はもうとんかつのパン粉をですね、いわゆる乾燥のパン粉ではとんかつがうまく揚がらないのだと。自分の生パンを1日寝かして、そしてパン粉を作ると。そうすると水分があるので、そうですね。水分が油と喧嘩をし合うので、その間に中の肉がもう焼いた枯れてくると。乾燥したパン粉だと、それがそのまま火をわっと通して焦げてしまって、肉をですね、だから高温で揚げなきゃいけないと。中火で揚げてって、だんだん揚げていくという話、これはぜひ面白いので読んでくそうだですね。さい。先週日曜日じゃない、土曜日にTBS ラジオの久米宏ラジオなんですけど、いうのに出演したのをですね、また音声をアップしてくださってる方のいるのでご覧いただければと。そして昨日のなんか日刊スポーツは、私が、ヤッシーがですね、ツイートしたことを紹介している内容でございましたので、こちらもアップしてます。まあ、これは皆さんご存知のように、日本の人口はもう急減していくと、ね、言われてるわけですよ。そうでたすだ考ね。えてみれば、日本の人口は江戸時代3000万人台ですし、あるいは日清日露の頃だって5000万人弱なんだから、むしろその方がちょうど身の丈に合っていて、その形の方が利根だって、国としての GDP はいっぱいあったとしたって、個人一人として見ると全然低いということでですね、ところがなんと政府は、
人口が100年後も日本は1億人で安泰だという計画を立てたというんで、この内容がなんと恐ろしい。日本の今合計特殊出生率という、まあ出生率ですね。これは 1.41 なんですよ。では普通、まあ一人の女性が 2.07 人日本の場合には産むと、病気とか事故とかで亡くなる方がいても人口は横ばいなんですけど、2.07 じゃなくて 1.41 なわけですよ。で、ヨーロッパではまあアイスランドに続いてフランスがですね、最もまあ出生率が高くなったと。いわゆる子育てにのいろんな手当てをしてると。でもこのフランスとって 2.01 なんですね。うん、で、ヨーロッパはなんと 1.6 が平均なんですよ。ああ、なるほどね。ところが今回出したのは、はい、日本はこれから毎年20万人移民を受け入れるぞと。うん、そして、合計特殊出生率も今 1.41 なのに、はい、フランスの 2.01 を追い抜いて 2.07 に上がるぞと。だから100年後も1億人で安泰だっていう、まあすごい大本営発表のようなですね、内容ということでございます。これはまた後ほど扱いたいと思います。あ、まあでも聞いてみましょうかね、これ。はい、いいですか？皆さんもう一回言いますけれども、はい、日本の今出生率、まあ合計特殊出生率と言いますか、はい、これが 1.41 だと。はい、で、まあ通常人口が横ばいでいく場合には 2.07 くらいでないと無理だと。で、今最も先進国で出生率が高いフランスとて 2.01 だと、はい、ヨーロッパの平均は 1.6 だと、そして日本はそれよりさらに低い 1.41 だと、うん、でもこれが年間20万人移民を受け入れて、日本の国籍の人も、あるいはまあ皆様からとやかく言われているですね、在日の方も含めて2.07 に上がるので、100年後も日本の人口は1億人安泰。この内容を内閣府が出して審議するっつうんだけど、はい、1、素晴らしい。ね。やっぱりだから素晴らしい。つまりもう夢の未来だというのと、2、アホっちかと。なるほど。うん。3、まあどうでもいい。そうですね。うん。まあそのくらいですかね。で、聞いてみましょう。じゃあ、ね。内閣府のなんですよね。そうです。あとでまたやりますけど、とりあえず今日はお約束で最初これは使いましょう。ね。よし。はい。読みしますか？はい。まずこれ今の聞いてるのは出生率の話の方なんで、移民に関しては2番目で聞きます。はい、すね、出生率が 2.07 に上がるというふうに言ってるんです。今 1.41 です。そう、うまくいくわけないと思います、ね。フランスが 2.01 です。フランスでさえそんななんだから、日本はもう大変だと思います、ねね。ヨーロッパ平均が 1.61 です。あ、はい、出てください。バカボンボンボン。おお、やっぱ素晴らしい。B 層が一番ですね、これ。B 層のことは実はバカで貧乏の略だって言ってる人がいるんだけど。で、もう一個 B、3B だと何ですかね。何ですかね。豚っぽい。とんかつ好き。まあ、じゃあ続いて、まあ今、移民を20万人入れようと政府が言い出したってことですよ。これに関して、はい、同じように聞きましょう、ね。いいですか？現在の自公政権の政府が20万人移民を入れていこうと言ってる。これ、さっきと同じでですね。1、うん、素晴らしい。2、ありえない。素晴らしい、ありえない。3、他の国にも俺行くよって、ね。うん、国外逃亡。だけど一応この前提で話をしようということで内閣府が今会合を作ったんですから、皆さん。ね。いやどうでござる？まあもともと、なんとなくクリスタルの最後にあるように、こんな形の人口の具合はいかないよということが最後の中についているわけだったんでございますけどもね。ね。何もしなければ2110年には4286万人に減るが、今のことをやれば、なんと、あれだと、2110年には
1億1404万人になると弾いたっていう。言ってみましょう。はい。じゃあいきますよ。はい、5、4、3、2、1。まあでもこんなもんですよね、うん。いいですか、皆さんこれ。はい、民主党政権が提案の時に提案されたことじゃないんですよ。自公政権です。自公政権の今回提案されたということなのでですね。もうどっち選んでないんだよってわけですよね、ほんと。え、ね、どうでございましょうかね。あの、ハッシュタグで、教えてやっしーという形でお送りいただくと、はいはい、まあ、今はもう、ミッシングパースさんから、安全保障上、原発や TPP は重要で、北朝鮮のミサイル発射は安全保障上、特に問題はないとか、安全保障って一体何？でもね、原発が爆発すれば安全保障上どうだって話ですし ね、 そうですね、遺伝子組み換え食べ物で、ね、どうだって話なんですが、うん、まあちょっと、はい、元の話を戻しまして、ガンゴンガンゴンと言ってみましょう。で、続いて、今週は、なかなかツイッターで盛り上がったのがですね、はい、このようなツイートを私がさせていただいたんですね。はい、自爆士官という四字熟語を作ったんですね、ヤッシーが。自爆士官。ね、で、はい、何を言ったかというとですね、自虐士官をご批判の皆様が、かくも相次ぎ自爆士官を歴史に刻むとはと。笑いと。で、唯一の功績は、もみ、ひらがなのもみと、はい、ルビ、振り仮名なしで、はい、ゆとり教育世代にも読解可能とした NHK、もみ柄勝人会長が、鍵括弧失言を撤回の撤回、はい、っていうのを言ったんですね。撤回ですね。はい、うん、そうしたらですね、はしんぎさんと、はしげさんじゃないですね。はしんぎさんってなんか東国原さんと橋本さんと合わさってなんか、自虐士官ならぬ自爆士官とは本質をついた痛快な指摘、この用語を使わせていただきますというんで、私が言ったのは、200歩譲って自画自賛の自意士官、オナニ。自意士官でとどまれば本人と周囲の快感でとどまりますけど、巻き添えテロの自爆士官は国際社会での日本及び日本人への信頼を毀損しますからね、涙っつったんですけどね。あ、はい、ちょっとこのヤッシーのツイートね、だからまあ自虐士官があるのかどうなのか知りませんけれども、うん、ね、まあ自意士官ならそれはお互いなんかオフ会でやってるようなもんですけど ね、 そうですね、自爆士官になってしまうって中国が生んだらというよりもアメリカからもヨーロッパからも、後ほど紹介しますけども、フィナンシャルタイムスのようなですね、はい、まあ経済新聞が社説で、まあしかもすごいイラストまで載っけてアップしちゃってて、うん、日経もこれ契約してるので渋々日本語で載っけたっていうのが後で出てまいりますけど、うん、じゃあこれ聞いてみましょうかね、はい、自爆士官、自爆士官、うん、自虐士官を批判してる人、まあ、自虐士官がいい割は別としてですね、はいはい、を批判してる人が実はこれ自爆士官なんじゃないのかと、ね、百田さんも長谷川さんももみがらさんも、おっしゃる通り、はい、ね、だ 自爆士官使わせてもらいますってのと、ね、うんうん、使いたくねえって人と、使いますよって人と、うん、使いたくないって人はそんな自爆じゃないってことですよね、あれはね、まあ、そんな感じで言ってみましょうかね、うん、使います、使いたくないっす、うん、で大島渚のような風貌って本当だよ。いや、分かりにくいか、じゃあどうするかな、だか自爆士官、うん、グッドジョブね、じゃあそうするか、自爆士官っていう言葉作ったのね、はい、自爆士官の字を出してみますかね、はい、自爆士官はこれですね、あ、こういうとこじゃないですか、だから、はい、まあそんな感じですね、ですね、まあ、まだこれだったらね、自士官だったらオナニーだけどってことですね、うん、はい。そんなにうまいこと言ってるとも思えないんだけど。本当に厳しいですね。できまーす。5、4、3、2、1。うん、お、結構、うん、結構使いますね。でもまあ、これはネタですからね、だからもう目つり上げて自爆士官なんて言うなとか、お前は自爆士官だっつってる方が、両方ともホットになりすぎちゃってるからね。だからそういうホットになって中国や韓国や他の国にも文句言いしてると大変だよと、日本孤立しちゃうよってことをヨーロッパやアメリカや他の人も言ってるわけで、だからまあ後の方では使いますけど、いわゆる今までリベラルと言ってた人がただ
護憲とかですね、協調主義的なことを言ってきたんで、そうじゃないという具合にはなっておりますが、さて、まあ、その後ですね、これいわゆる武器禁輸なんとか原則が変わってしまったということなんですが、はい、あすごいね、石破さん、今度なんか石垣にも行ってまた100億円、え、石垣の今市長選やっててさ、はいはい、石破さんはまたいって、この間もほら辺野古に500億円だったのを今の現職市長から要請を受けたんで、はい、100億円出すことになりましたよってなるほど言ったっつうんだけど、これどうよ、石破氏、グッドジョブなのかバッドジョブなのか今日はアンケートですね、ね、石破さん、はい、これ、うん、石垣に100億円基金、市長選応援でまた利益誘導です、うん、ボンボン、ね、これも自爆しかないじゃないですかね、そうですかね、グッドジョブ、バッドジョブだ、どうしようか、うん、まあまあ左右問わず政治家いなくなった、おっしゃる通りですね、ああそうですね、うん、はいはい、じゃあいきましょう、うん、5、4、3、2、1、おお、まあよくわからないねでもまあ一応ねほら、はい、人間って学習効果ってものがあるはずなのに、まあ、このハッシュタグ教えてヤッシーで、ここのコメントとは違ってもうちょっと140字で書きたいようなことをです ね、お送りいただけるさ、はい、だからこのアメリカの議会もほら面白いこと言ってるんだよね、はい、知事の承認を得るために多くの時間と金を投資したが、これ以上沖縄県民を阻害せず、また重大な遅延なく基地建設を進めるには政治的資本を、政治的資本って何なのかね、さらに投入する必要が出てきている、知事の決断に反し、ほとんどの県民が政治、環境、生活への影響の複合的理由から辺野古移設に反対している、まあ、佐藤勝氏が言ってるのと同じことですね。あ、ごめんなさい、教えてやし、質問来ましたね。お、来ましたか。はい、ID、ミシグパーツさん。ミシグパーツさん、もう読んだよ、さっき。あ、読んだじゃん、これ。ごめんなさい。いいね。広がっちゃいました。で日米同盟を支持する層にも基地負担の不公平から県内移設に反対する人がいるんですね。まあ一応まあ武器禁輸のこれもまあよくわからない話になってきてますがね。はいはい。だって共産圏にも出すってんで、これで野心が書いたのも、ね、小野寺一成さんはもう共産圏に出すってことは、うん、いや、それは共産圏でもベトナムなんだって言い訳してるけど、共産圏へも解除対象だってことだと、じゃあ中国も解除対象ってことですか。すごいよね。これを自爆士官の人たちは怒らないのかって、皆さんいいですか、ねえ、うん、いいですか皆さん、うん、それは後から出てきます、はい、ところでこれも、ね、最高で、野田佳彦さんという野田が、偏京なナショナリズムは陰険な保守だって安倍晋三政権を批判したっつうんだけど、はい、これに対して、おいおいお前にだけは言われたくないぞ笑いバクと、うん、自虐士官者も自爆士官者も昭和しちゃうよねって、もしやこれって例外的に好ましき体制抑散だったりしてっつうのも打ちましたけどねこれも結構受け取りました。ところで皆さん、休眠口座、これはもう私が2007年から金融庁がそんな金額いくらあるか知らないし調べる気もないと言ったのが1000億円超える形である。調べそんなありましたってね。でこの時ですね、2010年まあもう都合7回くらい国会でやったんですけど、今国会議員じゃないんでお休みですけども、その時に当時三菱東京 UFJ 銀行の頭取で全国銀行協会の会長だった長安克典さんというのはですね、こう言ったんですよ、はい、私が休眠口座を社会的に活用しようと言ったら、うんうんうん、ふざけてると田中康夫は、はあ、預金は預金者のものだと、はあ、政府が休眠預金を勝手に使っていいのかって言ったの。ちょっと待ってください、ね、おかしいですよね。ところが2年経ちました、はい、2年経って三菱東京 UFJ 銀行は休眠口座の情報を21,400件を紛失しましたので分かりませんと。ひでえ話だな。そこでまあで、その時私が予算委員会で、何言ってんだと、銀行協会、三菱東京 UFJ と。おかしいのは、全銀協だと。休眠口座は国民のものなのに、彼らは銀行のものと言っているって私言ったんですよ。そしたらまさにおっしゃる通りになっちゃったんですね。
なんすかこれ、うん、このじゃあ三菱東京 UFJ だけじゃなくて他もそうだと思いますけども、はい、ね、はい、じゃあ一番、一番どの口が言う、ね、つまりまあとんでもねえとどの口が言うって下の口かもしれませんけど、そうですね、2番はだから銀行は信用できる、なるほど、だから、うん、だから銀行は信用できる3番はじゃあまあ上段信金だけ認めますっていうのも作っておきますかね。なんか脱原発派の人のために一応ね、選択肢になってる、なってねえじゃんって、また皆さんこう生きり立たないでくださいよ。いいですか、2年前には、はい、ね、国が休眠口座を使って例えば NPO であったり障害者の団体であったりイギリスと同じような形をしようって私が言ったんですよ。そんなことをするとはけしからんと、政府が勝手に使うのかと、預金が預金者のものだと三菱東京 UFJ の頭取は怒ったんです。田中はそのけしからんことをネタコを起こすなってたんです、2年後なんと2万件以上の休眠口座のリストは三菱 UFJ はコンピューターから消しちゃいましたと。普通ない、ありえませんよ。だからやっぱり預金は銀行、ね、預金者のものじゃなくて預金は銀行のものだって言ったところですね。はい、聞いてみましょう。パンポコポンポンポン。はい、さあどうでしょう、どうでしょう、選択肢どうでしょうね。はい、じゃあいきますよ。5、4、3、2、1。すごい13.8%、 だから銀行は信用できる。これもネタですかね。ネタですよ、これは。ネタかな。いやいや、預金をコンピューター上から削除してくる。ビットコインよ、びっくりだよね。本当ですよね。ビットコインを笑ってられないよ、銀行。本当ですよ。ということを、三菱東京 UFJ 銀行がやっていると。だから信用できる。まあ、冗談信金。あのね、やっぱり私、これ思ったんだけど、ほら。脱原発が争点とか争点じゃねえとか言ってたじゃない、うん、あれやっぱりだって日本は今だって再稼働してる原発は一個もないわけでしょ。ないですね今。だけど電気を節約しなさいと言ってないでしょ、うん、電気もっと使ってって言ってんだよね。だから再稼働ゼロを続けると、うん、そしてその中でエネルギーの構造を変えるって言えばよかったんだよ ね、 ね。そしたら舛添さんは再稼働ゼロを続けますとは言えなかったんで、うん、争点じゃなくても違いが出たんで、やっぱこれはもう戦略的ミスですよね。だから脱原発ってのは曖昧なんで、まあ、ヤシの場合脱ダムといって不信任出されても全部やめましたけど、はいはい、ただ1個だけは私の後今の知事が始めちゃいましたけどね、活断層が通ってる善光寺の真上ですからね、私は善光寺がノアの箱舟にならないことを本当に願っておりますけども、はい、うん、さて、続いて、まあ、その後、実は、毎日新聞の、郡山支局長をやってる方が藤原明夫さん、私はこれ非常に尊敬してる人で、はい、南アフリカやですね、はい、あるいはメキシコシティ、ヨハネスブルクやメキシコシティやですね、ローマ支局長やった人ですけど、これはぜひ読んでください。なんと、その、まあ、田村市ってところで、エイプリルフールの4月1日に、住民が戻っていいですと。でこれやるときにですね、住民の中にはやっぱまだ戻れないだろうという人たちがいたんだけど、戻った方がいいやって言い出していた町会のところの人たちに発言をさせて、最初は困る困るって言ってたら、途中でみんながちょっと疲れた頃にそれを言って、そしてじゃあ戻りましょう、シャンシャンって持ってったと、うん、で何なのこれはっつったら、はい、その環境省だから内閣府の官僚が、官僚は頭がいいんですよって、シナリオ書いたんですよって言ったっつう話で、でましてやその時に憲法22条を出して、はい、住む権利があるんだって、住まない権利ってのもあるはずでさ、全然わかんないんですけど、なんでしょう。というのをまあこれ書いてて、2本記事を書いて、でしかも彼はまあローマ支局長やったんで、これってほとんど古代ローマが分割統治、まあインディアンとかだとそうだよね。そうですね。割合ほら。こうアメリカの当時の政府側に来るような人たちを徴用して、そうでないの、まあ、同じことですよ。ダムを作る村にはお金あげるけど、ダム作らねえっつってると道路も直してあげねえよっていう、ディバイド&コントロールってのと同じで、まあ、これが載っております。はてさて、あのね、なんか こんなヤシの絵をついたやつを作ってくれた森田さんという、はい、なんとなくクリティックっていう小冊子を出して、はいはい、これ2号目が出て、でこれの1号目の時の関東で
ヤッシーの話を書いてた人がいて、うん、で、これがあの、ナンディ2っていう、ナンディ2って3つのこういう雑誌を作ってる人たちが一緒になってやって、ここにあの私のインタビュー、33年後その理由っていうのが載っておりますけどね、これがあのなんか西荻のフォールというギャラリーで、なんかあの、あさってまで展示をして、で、3日の日からは書店販売になるということなので、こちらもお暇な方は、西荻とか、荻窪とか、吉祥寺に住んでる人は、西荻窪北口のホールでも行ってみてください。全部 URL ついております。おいら、ズラじゃねえっつってんだろ。ずっとズラに言われますよね。全然ズラじゃないんだけど。さて、なんでだろうな。さて、あの、非公式田中康夫関連追まとめっていうね、なんか真ん中に丸が黒いのが2つ入ってるんで、なんか噂の真相の岡留さんがやってたんじゃないかって説もあったんですけど、私直接だとね、この方なかなか私のツイートやリツイートをフォローしてるだけじゃなくて、はい、うん、そう面白いことに、まあ、あの例えば江藤淳氏さん、私を褒めていた、その人の関係のツイートとかですね、その他いろんなもの、まあ、このなんとなくクリティックも書いてくれたりしてるんで、まあ、あのこれ URL 載っけておきましたんで、ぜひご覧になってみてください。うん、さて、ところで、はい、子宮頸がんワクチンだよ。で、これはね、すごいのがあって、子宮頸がんワクチンはね、中に入ってるアルミが副作用原因だって専門家が指摘っていうのを、これ、東京新聞の記事、載っけておりますので、はい、ご覧になってみてくだせませ、ね。で、そうするとですね、これに対して、また、実は厚労省もですね、ちょっと半分引き気味で、26日の日に、ここで、子宮頸がんワクチンの接種勧奨、おすすめ、はい、リコメンド、いいねマークをつけようと言ってたんですけど、うん、一応1ヶ月伸びたんですけど、ね、はい、ここでもまたすごいこと言ってんだよ、あのね、記事の中で。で、いわゆるその、まあ、あの、あ、で、一応ね、接種時の注意点、強い痛みが起こる可能性やワクチンの有効性を事前に説明、いいですか、皆さん、ワクチンは100個、うん、なんとかピペローマウイルスという子宮頸がんになりやすいっていうのがあるんだけど、ね、このワクチンはどっちかのメルクかなんかのも4つしか効かなくて、ね、はい、グラクソスミソクラインのも4つか2つしか効かなくて、ましてや日本で非常になっていると言われているウイルスはその2つか4つに含まれていないと、うん、だからイギリスのようにですね、あの検診をした方がいいんじゃないのかと、はい、いうこと。これ相変わらずね、心身の反応が原因ね、いいですか。で、いや、だって心身だから2週間後も痛いっつってんのは、そいつの心の病だっつってんだよね、この医者たちが。そしてそれに対して、そうなのと、ワクチンによって脳や体に炎症が起きた疑いがあるという意見は科学的根拠が乏しいって言うんだけどさ2週間経っても痛いのは心身の問題だっていう、これは科学的根拠なんでございませんかと、はい、まあすごいので、ずっとこれ、あの記事をずっと、まあ比較的朝日がよく書いていて、自治体でも茅ヶ崎市とか調べてたら、やっぱ4割くらいの人が体調変化があったって言ってるんだよね。だからこれはずっとまあご覧いただければというふうに思いますけれども、はい、子宮頸がんの前に、あ、そうだ、あの記事が、ん、子宮頸がん、ブブ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 ブ、子宮頸がんのあともう一個ですね、はい、ドド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 ド、そう、そう、ダム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 、あ、ダム、あ、ちょっとあの記事に載ってませんけどもね、うちのみたいなと、あのダム建設は違法というふうに熊本地裁が言ったって。おお、これはあのロギダムって、私もあの岩本博隆さんという、かつてはダムの専門家であったけど、はい、ダムは百害あって一利なしという京都大学の名誉教授で、私の尊敬する方と一緒に見る、はい、これすごい話なの。ロギダムってね、川が流れてて、かつて洪水が起きたって言ってんだけど、はい、その地域の人は何言ったかっていうと、はい、川と地域の間には小高い山があって、うん、川で溢れたって時にそこは家がなくて、うん、こっちの地域のは、全く別の話だった。ああ、なるほど。なのに、ロン側の影響だって言ってダム作っちゃったのよ。うん、で、これを許したのが誰かって言うと、皆さんの大好きな、はい、なんと、前原誠二、口先番長が、ヤンバダムも止められなかった人が、このダムは作ろうと言って作ったっつう。で、これをまあ、実は熊本県知事の樺島郁夫氏もですね、はい、あの川辺川ダムはやめますと言ったけど、うん、このダムはぜひ作りましょうと言って作ったのに対して、
もうダムはもう今年の春にできちゃうと。だけど、で、20億円の事業費を知事は国に返還しろという住民主張だった。で、まあ、そのお金の返還自体は退けましたけども、ダム建設計画はこれは違法であると。ダムの整備計画は社会通念に照らして妥当性を欠くと。知事の裁量権を逸脱したと。はい。いうふうに判決が出たんですけど。でも、私は現場見に行ったんで、いいですか、本当に。流れてんだ、川が。その川がかつて溢れたんだけど、そこには家がない。ね、そして、こっちの集落がやられちゃったって言うんだけど、その集落の間には山があるという。ほとんど子宮頸がんワクチンと同じような非科学の話。だから住民側は過去に川の氾濫で洪水被害が起きたことはない。で、水道需要も課題でダムは不要だと。なんでダム作るんだろうなっていう話ですよね。だからね。まだお金の流れだと。で、前から言ってるように7割国が県営ダムでもお金出しますけど、8割はゼネコンに行っちゃいますから、はいはい、地元は 10% 持ち出しなんで、孫受け、ひ孫受けやつでもダメと。で、もう一つはね、これ山形県。ここもあの民主党の方が選んで自民党も今支持してるのかな、女性の吉村さんという知事が、はい、あの我が身お国がダム計画、これも私今本さんと見に行ったんですけどね、まだできてないんですよ。でここはもういわゆる川釣りの人たちにとってはメッカのような場所で、で実際に全然そのあのダムがなかったから洪水が起きたわけでもない場所なんですね。ところがこれを結局県の側は漁業権をダムをお前ら認めねえと漁業権なんか取り上げるぞと言ったことによってですね、私もお目にかかった沼澤克義さんという当時民主党政権の時にあの国土交通大臣にまで合わせに行ったんですよね、私。はいはいはい、この方がまあ実は自害をされてしまったんですね。まあこの辺の記事も載っております。あとまたあのリチャード・アーミテージ氏がね、靖国参拝をしたことで中国を喜ばせちゃったぞとというんで、まあ苦言を呈したというのも先ほど入ってきたので記事を4本つけてありますので、ご覧になってみてください。はい、ということで、まあ、子宮頸がんワクチン、ブンバババンボンボンと言って、さて、先ほどお話をしていた例の子宮頸がんの後の、あれですね、どこだっけ。あ、もう一個これ。これもすごいよね。福島の甲状腺がんは放射線影響を考えにくいという国際研究会っていうのが環境省と福島県立医大が主催でやったと。で、なんで関係ねえって言ってるかっていうとね、チェルノブイリでは4、5年後から子供たちの甲状腺がんが増加したと。で、0歳から4歳、事故時に0歳から4歳の小さい子ほどがんになるリスクが高かったが、福島の甲状腺がんの今回の発見は事故後3年以内の発見である。はぁ。だから、影響ないって言ってるの。よくわからねえと思わない、これ。だけど33人、だって18歳以下を対象にした調査で、33人の甲状腺がんが見つかってるわけでしょ？ですよね。だからなんかもうほとんど、まあどっちがっていうよりももうほとんど科学っていうのは一体何なんだと。うん、ね。だから事故の影響はないっていう記事が出ております。そういうわけないじゃん。そういうんだよね。まあ、あの前からほら本当にあの私知事の頃からあるいは民主党にもずっととにかくトンネルとか橋の共同点検しないとやばいよということを言ったんですけど、ようやっとまあ国土交通省がなんと自治体が持っている橋は6万件以上多分、つまり自治体の道路にある橋のですね 10% はなんと5年以内に補修が必要だって突如言い始めたのよ。ほう。でもなんで今までそんなことを計画的にやってこなかったのって、返済はね計画的にってまあサラ金というか今サラ金もみんな銀行がやってるけど言ってるのによくわからん話です。はてさて、中国の話なんですけど、これねでも面白い、菅さんがね面白いこと言ったの、まあ、中国がほらなんだかほら抗日勝利と南京事件を国家記念日にするって言い出しちゃってるじゃないですか。まあこれはみんな 12.26 から始まっちゃってんだけども、で菅さんはねこの間こういうコメントしたんだよね、はい、読売の記事になってますけど、なぜ終戦から69年を経た今日にという疑問は残るが中国の国内問題なのでコメントは控えると。まあこれは非常に当たり障りなんですね。で続いてですね、そのまあ南京を含めてですね、事実関係をめぐってさまざまな議論が存在していると。旧日本軍の南京入城後、非戦闘員の殺害、略奪行為があったことは否定できないというふうに言っているわけよ。だからまあそこなんだよね。
だからやっぱりこれ後の方で実は産経新聞のロンドン支局長だった木村正人さんが書いてるけども、はい。やっぱりその日本はもう中国との情報戦に負けちゃってんじゃないのということなんで、それはやっぱりドイツの場合と違って、やっぱり日本もずっと曖昧にしてきちゃったってことになるかと思うんですけどね。まあ、先ほどのもみがら会長はどうなのか聞いてみましょうかね。もみがら会長、ぜひとも続投希望ぬ。ね、一番。もみがら会長、もみがら会長ですよ。もみ、ね、だってもう本当、どんな子供でも、もみっていう字読めるようになっちゃったもんね。俺読めなかったもん、最初。なんで振り仮名振ってくんないんだろうって思ったもん、ネットで。もみがら会長、1番、一番。続投希望ぬ。はね、2番、辞任希望ぬ。いはい。はい。はい。続投と辞任ね。うん。はい。あと、まあ、3番でまたネタで、どうでもいいけど、お前、理事に辞表を書かせたならば、お前も、日にち入れない辞表を書いて、首相に預けろとかね。うん。なるほどね。まずは辞表を書けと。面白いから続投。まあまあ、ネタとしてそういうのは出てくるよね。はい。まずやめろと。続投だと。3は、まずは辞表、空欄辞表を書けと。ね、日付の。まあ、やめたらやめたで同意したね、原因として同意した国会はどうよというか、この人出してきた内閣はどうよって言われちゃうんですけどね。まあでもまあ本当に三井物産の人頭抱えてると思いますよ。いやと思いますよ、これ。三井グループとしては。ね。これなかなか確か面白い記事がね、載っておりましたですよ。これ、毎日新聞にね、面白い記事が載っていてさ、そう。半沢な、NHK 半沢直樹より面白い。もみがら会長じゃないか。もみ会長の続投、剛腕ぶりっていうなね。るほど。辣腕ぶりか、剛腕ぶり。この記事、これ URL の、これは最高な記事。めちゃくちゃ面白い。冒頭に三井物産の人が出てきて、本当にお恥ずかしいっつってるっていうね、のがありますので。はい。こちらですね。この記事ですね。うん。じゃあ、上投票にし出まてしこょうないね。ぞ。いきますよ。ブスか。5、4、3、2、1。1。ほい。終わりましたね。おお、まあ、続投希望ぬも、続投だ。あ、2番を続投にしたのね。そうです。1番続投希望ぬだった。ああ、そうだったのか。1はやめろにし て、2を続投したんですけど。まあ、やめろって言い方はね、本気になんだね。野心ああ、的まあにはね。ね、ちょっとす続みません。投希望ぬとかひね、ねりがなかったですね。すみ辞ません。職希望ぬとか。ちょっと、まあ、いずれにしてももう一回、じゃあ、ちょっと上の字消してください。はい。はい。はい。で、これですね。この毎日のこの記事はもうなかなか良い。面白い記事なんで、ぜひご覧になってみてくださいませ。さて、これ、ほら、原発は重要なベース電源じゃなくて、重要なベースロード電源だっつったんだよね。わかりますか？仕事できる。いい？今までは、こういうふうに書こうっつってたのよ。今やりますから。ね、原発。原発に関して、はい。ね。もともとの素案ではベース電源だと、原発は。これからもう日本の。で、これをベースロード電源って言葉に変えたの。なんだこれはと。ね、今もう霞全が関く分かんないです。文学って書いてある。まさにそうなんだよね。文学は今や霞が関だけに残ってるんだっていう。ね。うん。やっぱり、リリカルだって思うのか、ビリカラだって思うのか、あれですけどもね。今のいいインド踏み方で。さて、ところで、まあ、ウクライナですけどね、ウクライナ問題関心あれ、正直な発言しろって、正直な発言だから、アホってことでしょう。だから先ほど言ったように、脱原発じゃなくて、再稼働反対っていうのは、再稼働ゼロなんですから、今。再稼働ゼロを維持すると。これ、ポジティブな言い方でしょ？そうですね。ね。
再稼働ゼロを維持するということをですね、やっぱり都知事選でも言えばよかったわけでございますけどもね、ベース電源がベースロード電源になったから改善されたってよくわからんでしょ、これ。まあ、そういう意味じゃないですよ、これね。ね。うん。思うんですけど。まあ、荷物運びをローディーって言いますのでね、まあ、そんなようなもんなんですかね、ロードはね。いい形でローディーってね。うん。ローディーの業界らしい。ということなのだが、こんにちは、ヤッシー。ウクライナ情勢が緊迫してますね。そう、ウクライナに関してどうでございましょうかね。ウクライナ関心がある人、ない人、聞いてみましょう。ああ、そうですね。よ、分かっております。ロード負荷でございます。はい。電気代下がりませんよ。動かしたからつって。この理想的意見は素晴らしい意見ですね。いやー、ウクライナヨーグルト。全然違うでしょ。原発好きな人はだからやっぱみんなほらあれじゃないの、福井市の20キロ圏内に住みますっていうね、義勇軍になった方がいいと思うんで、ね、うん、それ聞いてみましょう。でなきゃほら単なるね、単なる安全地帯で護憲って言ってる人と同じだって話になっちゃうよね。そうですね、原発は必要だって言ってる人は、うん、リスクを負うっていうことが大事ですからね、うん、はいはい、まあ、シール、さあ、じゃあウクライナに、はい、5、4、3、2、1、うん、まあ、あ、まあ、はっきり言って、まあ、クリミア半島の問題とかで、やっぱ第一次世界大戦からちょうど100年ですからね、あ、もうそうですね。でサラエボ事件というのもある意味では非常に偶発的なものだったわけであって、はい、そしてドイツとイギリスというですね、経済的に結びついたところが戦争になっていっちゃうという形でございますのでね、はい、ウクライナに関してですね、なんか今度のほら、まあ、いわゆる今までの政権がけしからんと、うん、まあなんかほらフィリピンのマルコス大統領と同じような、こういうで今度の方は素晴らしいと言ってるけど、そんな単純なものではねえんじゃないのと、つまりいわゆるみんな悩みを持った、ね、その国内でその東西の対立があるわけですからね、ロシア系の人が多いところとか、そしてまあもともとウクライナを通って天然ガスのパイプラインもヨーロッパに行っているわけですから、ロシアがこれを閉めちゃうと言われると困っちゃう。そしてこれ、はい、共同通信が載っけたんで、実は記事にネット上でアップされてないので、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナル のウクライナで何が起きてるか理解のためのクイックガイドっていう記事とかですね、ありますけど、ペーストしてくっつけてあります。で、なんでこの反政府デモが変質したんだと、実は目立つ武装活動家という記事でしてね、これなるほどなという内容なんですよ。つまり武装したからああいう具合になって、昔の戦争だってほとんど建物壊れちゃったでしょ。だからその政府側もけしからなかったもんだけど、反政府側という側もいわゆる元治安機関員や旧ソ連が侵攻したアフガニスタンからの機関兵が武装路線を仕切ってたということになると、非常にこれは大きな問題になってくると思うのはね、一個これめちゃくちゃ面白いの、大阪都構想ってのね、なんか大阪を5つの区に分けるって橋根さんが言ってるじゃないですか。でね、特別区の名称をいろんな、なんか 今ある地名を使うと賛成反対がなって収集がつかないので、区の名前は東西南北中央の5つにするって言ったの。これ賛成の人、反対の人、まあ分かりやすく言ったらね、あれですけどね、東西南北、お、大阪ですね、大阪市、大阪市のまあ区をですね、はい、5つにしちゃうってんで、東西南北中央ってしたのにするっつってんの。はあ、まあもうそもそもほらなんとかね、西東京市とか中央四国中央市とかさ、本来の歴史というものだよ、歴史を大事にしようと言っているようなね、リビジョニストの方々がこういうのをやるっつうのは何なんですかね、どうなんでしょうね、なんか不自然でしかないなと思いますよね。ほい、はい、選択肢はいい悪いでいいですか？うん、まあそんなもんでいいんですか？
そう、本田宗一郎っていうのは大変な人ですよ。はい。地名は前から言ったようにね、目黒にも蛇崩れって地名があるでしょ。はい、やっぱ蛇崩れっていうのは、それはやっぱり地盤が弱い場所なんですよ。蛇が出る場所なんですね。そういうのは 大事なことです。はい。そう、南千虎橋とかね。うん、じゃあ行きましょうかね。はい。はい、5、4、3、2、1。はい。でね、俺ここで書いたんだけど、ええ、つまり大阪を都にするっつってんでしょ、うん、で、東京と対抗するんだっつってんでしょ、でしょ、そういうでしょ、ってことは、だから大阪って名前もだったら橋毛さんは変えないと論理的に矛盾なんですよ。そうですね。東京じゃなくて大阪を、いいですか、こういう名前に変えないといけないんですよ。うん、いいですか、大阪でしょ、今。で、大阪もまあ、もともとはほら、大阪って坂道の坂だったわけだよね。で、こうなったんでしょ、うん、じゃあ、これでどうですかね。って思ってんの。ヤッシーは。ボン。あ、これね。あ、だって東京に対抗するんでしょ、そうか、最強。とは、だって全国に2つ作るっつってんでしょ、うん、これしかないじゃない。まあ、京都にも、ね、左京区ってのは、右京や左京、うん、右京区、はい、左京区ありますけどもね、これ賛成の方、あ、賛成っていうか、まあそれを提案しないと論理文人じゃないの、はい、東西南北中央にするって、うん、大阪をだって地名はとにかく全部東西南北で変えちゃおうって言ってんだから、うんうんうん、ね、あ、最強漬けね、うん、最強焼きね、なるほど、まあいいでしょう、まあそんなことでござるよ、うん、だけど、あの、深川亮さんがこの間言ったんだけど、その安倍さんがほら、戦後教育はマインドコントロールだったって言ったんだけど、ね、教育基本法は占領時代に作られたが、自民党が衆参両院で単独過半数を取った時代も手をつけなかった。そうしたマインドコントロールから抜け出す必要があるって言うんで、マインドコントロールって何なんだろうなっていうね、感じもしてまいりますが、まあ、いずれにしてもずっと来て、この木村さん。はい、これはあの産経新聞、皆さんの大好きな産経新聞のですね、ロンドン支局長をやってた人、はい、この人がネット上でずっといい原稿を書いていて、ほとんどヤッシーが思ってるのと同じようなことを書いている方なのね、うん、なのでぜひこれはあのお読みいただきたいと思いますが、はい、ちょっとその前にあのフィナンシャルタイムズがこんなの載っけちゃったわけよ、これ、うん、社説でワシントン・リグレッツ・ザ・シーミー、うん、これ載っけておりますのでですね、はい、あのフィナンシャル・タイムズで、これはあの、実はあの日経が全文翻訳で載っけていますので、まあ、これはぜひ今回はですね、あのたくさんいっぱい読んでいただきたいのが載っておりますのでですね、はい、これは翻訳もあるからぜひ読んでみてくださいませ、はい、いずれにしても、まあ、まあ、もうこれ以上説明していてもしょうがないのだが、そしてこの木村正人さんのお書きになった文章、はい、木村さんはな何のことを言っているかというとですね、ここですね、ジュ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 、木村さんはその日米間にくさび打ち込んだ中国共産党というタイトルで書いてるのよ。でつまりそのやっぱ日本が情報戦にもう負けちゃってるんだよねということなので、それは中国がいい悪いっていう前に、という話なんだね、うん、まあいずれにしても、まあその意味で言うと、まあ、あのアメリカがこのような状況になってるってことは非常に日本はですねやばいなという感じがいたしておりますってことですよ、はい、まあ、もうその辺のことはあの分からない人はあの分からないのでよろしいかと思います。でいずれにしてもなんとこのプルトニウムを、うん、だって日本矛盾してるんですよ、ベースロード電源にするってんですけど、うん、今度の3月の末にオランダで開かれるハーグでの、ご存知のようにですね、核安全保障サミットにおいて日本は300キロの東海村にあるプルトニウムは全部アメリカにお返しいたしますということを言うんですよ、うんうん、はい、ってことはだから核の抑止力などということは日本には持たせませんというのがその世界のあれであって、アメリカ側にこれはお戻ししますという話なんですから、その辺のところが分かってなくてですね、
議論していてもしょうがないんじゃないのって感じですけどね。横浜市がなんと認可保育所が3000人入れるんで、横浜市だって300億円かけて認可保育所民間にいっぱい作らせたんだよ。その入らないんですか。うん、潜在保育、潜在待機者が1700人いるって去年の暮れには言ってたんだ。去年の夏に、はい、市長選の前に。ところがなんと今度は3000人だっつんだから。で、まあ東京もいっぱい作るとか言ってんだけど、いずれにしても日本の人口は減っていくし、東京一極集中、横浜一極集中にしてもしょうがないんだから。前から言ってるのは宅用老人を作ったりですね、そういうことをしていくしかないと思いますね。まあ皇太子殿下のあのお誕生日が54歳。なられたということで、この時の記者会見の内容っていうのは各社の見出しをつけてあります、はい、今後とも憲法遵守ってことをおっしゃったんですよね、うん、ところがなかなか五輪は子どもたちに夢とかですね、五輪日本の健闘を称えたいとか、ソチ五輪に思いをさせるって見出しをつけたところもあったりなんかしてですね、まあ、あの宮内庁の文章でいうと、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと日本国憲法で規定されておりますと。今日の日本は戦後日本国憲法を基礎として築き上げられ、現在我が国は平和と繁栄を享受しております。今後とも憲法を遵守する立場に立って必要な助言を得ながらことにあたっていくことが大切だと考えておりますというふうにおっしゃったということですけどもね。なのでまあほとんどなんか皇室の憂慮とですね、アメリカの懸念をですね、ほとんど野心も同じように代弁しているという、まあ、すごいお話になってまいりました。さてさて、ずっと、まあ、もう一回乗ったので、この後はですね、まあ、5分、9分くらいね、あとそうです8分20秒くらいね、うん、片山守秀さんという、はい、まあ、慶応の先生、この人 の、 あの持たざる国の教訓を学ばない日本っていう文章とですね、はい、それからまあそのこれはなかなか日経ビジネスに載って、日経ビジネスなかなかすごいの載っけたんだよね、インタビュー、ロングインタビューですけど、はい、からまあもう一個、あの反知性主義という言葉が出てきたと。うん、つまり非知性でも無知でもなく反知性と。でこれに関して、まあ、佐藤雄氏が、勝氏が言ってるのを朝日の記事で載っておりますのと、あと昨日載ったあの高橋源一郎氏が論壇辞表で、鍵括弧物語に囲まれて浸り切ってもいいのかなっていうのでね、これなかなかで、はい、いやそれは私はキム・ヨナっていう人でも、これは源ちゃんが言ってて、すごい、そうキム・ヨナがね、だってなんか日本のメディアはね、これでもう、真央ちゃんと戦いがなくなるからなんて見出しでつけたんだけど、何を言ったかっていうとね、すごいんだよねこの人。浅田真央さんに対して大変なことがたくさんあったと思って、10年間ライバルだったわけですよ。そうですね。で、長い間比較もされ競争もした。もうそのような競争はしなくなる。私たちのように比較され続け、共に競技した選手は多分他にいないだろう。うん、で、浅田さんに投げかけたい言葉は何かっていうと、自分が言う立場にないと冒頭言った上で、大変なことがたくさんあったと思うと。で、浅田は日本で、私は韓国で最も注目を浴びたフィギュア選手という共通点があると。はい、その選手の心情を私も理解できると思うと、浅田が泣きそうな時は私も込み上げてくるって言ってんで、これやっぱり私は韓国が好きとか嫌いとかいう以前に、やっぱキム・ヨナって大した人だし、まあ浅田真央さんもこの間ね、当一足妙なそうですね、はい、受け答えをしておりましたけど、やっぱり第一線に立つ人っていうのはすげえんだなっていう、うん、でまあその高橋源ちゃんは物語ということを言ってる。だからスポーツは、オリンピックは単なるスポーツの祭典でなく、神格好愛国、神格好という物語、神格好物語が最も活躍する場だと。だけど、そこにいる人たちに、つまりフィギュアにもかつては芸術点と呼ばれる点数の付け方があったと。だから芸術には神格好物語が付きまとうけども、その作り手は違うと。で、その現場でただ一人美に立ち向かう芸術家、選手にとって神格好物語、神格好の物語は不要だと。まさにリアルな自分だってことですよね。で、そのことを理解できるのは同じ道を歩んだものだけだということを、キム・ヨナは浅田真央さんに対して言いたかったことなんだろう。だから、鍵括弧の物語というのは、あるものにとっては支えにもなるが、別のあるものにとっては強い拘束にもなると。キム・ヨナの言葉には、その恐ろしさを知った者の考えが溢れているように思えたと。源ちゃん、なかなかだなと思って。まあ私も拙いながら、あの週刊スパで、その物語の物語、鍵括弧の物語、いわゆる物語と言われている背後にあるリアルな物語というのは何かっ
ていうことだと思うんですよね。はい、その意味で言うと歴史に関してもですね、経済に関しても政治に関しても文化に関してもですね、うん、その部分をきちんと理解していかないと、まあ、相変わらず核武装しねえと自立できねえとか、お利口なことを言ってる人たちもいるんでね。じゃあさっきのあれ聞いてみましょうか。ね、この核武装をしなきゃとかいう人や原発が大事だって人は、うん、ね、そういうふうに言ってる人は、ぜひ、福井市20キロ圏内に赤紙で住んでもらうようにしましょうと。なるほど。これグッドジョブ。俺は原発派だけどね、原発再稼働派だけど住みたくはねえって。なるほど。このもう2択ですね。だって1に入れる人は、うん、まあ、再稼働ゼロで行きましょうって人だからね。うんうん、だからその原発推進の人は、やっぱりみんな、20キロ圏内に、ね、住むか別荘を建てるかね、うん、で年間3分の1はいなきゃいけないとかね、うん、それが 1番ですね、はい、で2番原発派だけども核武装派だけど俺は住みたくねえっていう、ね、チキンな人の意見1と2で分けてみましょう、はい、まあ、意見というか引っ越しですよね、うん、あのね、だってさ、ほら、自爆士官派の人も自虐士官派の人も両方極論を言ってるんだからさ、こういうネタでいかないとダメですよ。これは、どうしよう、イエス・ノー？違う違う違う、だから、1は、だから、今完全に広がしました。なブースが大丈夫かな、もう、だから前からブースがもう、だから、はい、いわゆるその、まあ、再稼働賛成の人、あ、はいはい、とか原発なしでは日本はやっていけないという人は、やっぱり何らかの形で人が住めなくなっちゃった場所に住むってことが必要でしょう。なるほど。あるいはあそこに固定資産税を落とすと、はいはいはい、いうことなので、1は、はい、1はだからその手の人は住みましょうと。はいはい、と2番は、その手の私は人なんだけど住みたくないってことでしょ。うん、だ住みたくないってのは、脱原発派の人は住みたくないに言える必要はないわけよ。そうですね。うん。原発派の人が1、住むべきだと。はい。で、いや、原発派の人をこそ住ませちゃいけないと。原発大事だっつってんだから、それだけでも赤紙出すなっていう。ね。そういうことですね。プロ市民じゃねえっつってんだろう。もう、まあ、笑いがついてるからな。うん、まあいいでしょうけどね。3はねえんだよ、だから 2択なんだよ、ブスか。そうか、会社のこと書かなくていいんだ。3は書けない。3削ります、すいません。もう一回お願いします。バンポン、はい、ごめんなさい。すいません。もう一回やらせてください。うん、ごめん、病み上がりだ。うん、ただ、理由にはなりませんね、すいません。さあ、行きましょうか。5、4、3、2、1。たけー。まあ、まあ、これはネタなんですけど、つまりだから、はっきり言って、うん、先ほどのそのずっと記事に載ってるような、ね、憲法22条を出して、住む権利があるから戻れって言ってるのに対して、うん、憲法22条で住みたくねえって人がいたっていいわけですよ。まあ、そうですね。それと同じことを、再稼働派の人たちも考えねえと、アンケート自体おかしくないの。おかしいって考えてる人はあれなんで。最後の方にね、この家入さんの選挙を手伝った橋爪健吾さんっていう人が書いたブログを、源ちゃんも紹介をしていて、これもURL をくっつけてあります。これなかなか面白かった。あ、本当ですか。うん。まあ、うねつのひろさんっていう、まあ、若い学者も、若者に届かぬリベラルっていうのを朝日で書いていて、これも載っけましたでございますけれどもね。この友達もね、家出さんのちょっと。うん、まあ、いずれにしても、まあ、全部ペーストしてくっつけてあるから、うだらかだら言う前に読んで、はい、読んだ上でご意見があんならよこしてくださいませ。ということで、まあ、来週はどうしようかね。
ちょっとそろそろ原稿も忙しいんで、来週か再来週は一回お休みちゃんちゃんをしようというふうに思っておりますので、まあ今週は60回目ということでですね、2日遅れでお届けをばいたしましたでございます。あと20秒ということで、はい、じゃあ来週やるかやらないかちょっと後日また後日お伝えをばいたしますですよ。ではまたよろしくお願いします。どうもありがとうございました。また来週、はい、パーティー時間帯も考えてね、はい、やりましょう。やりますよ。はい、よろしくお願いします。